はい、それでは、今年代表の定例見解が最初になります。民主党海江代表の会見を始めたいと思います。冒頭に海江代表から一言お願いいたします。皆様、新年明けましておめでとうございます。一部の皆様とは4日の伊勢神宮参拝の後の会見でお目にかかって、新年のご挨拶申し上げましたが、そこにお見えになっていない方もいらっしゃいます。それから今日はインターネットの中継もあるということでございますので、インターネットの中継でご覧いただいている皆様にも謹んで新年のご挨拶を申し上げます。おめでとうございます。さて、言うまでもありませんが、私は2013年新しい年を民主党再生の年にしたいと思っております。今年の4月の末には参議院の補欠選挙、これ山口県がございます。それから6月には東京都議会の選挙があります。そして7月には参議院の通常選挙がございます。これらの選挙で一つずつ議席を獲得をして、そして民主党の再生に道を開いていきたいと思っております。特にこの民主党の再生ということでは、先の総選挙をはじめとしたこれまでの民主党の政権時代、3年3ヶ月の時代を総括をする必要があります。この総括の中から新しい2013年度の運動の方針、選挙にあたっての方針なども確立されてまいりますので、今仮称でございますけれども再生本部を作りまして、そして明日この再生本部の役員会をスタートさせることになります。この役員会での積極的な議論を通じて民主党の再生の第一歩にしたいと考えております。どうぞ今年もよろしくお願いを申し上げます。冒頭にあたっては私から以上でございます。それでは質疑応答を入りたいと思います。一問一答でお願いします。社名とお名前を名乗って、挙手でご質問ください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ最初、はい、共同さん。共同通信の鳥成でございます。参議院選挙の野党の共闘についてお伺いをいたします。代表はですね、野党間のその協力の必要性というものを大変強く訴えておられますが、日本維新の会あるいはみんなの党ともにですね、民主党との協力には現段階では否定的な考えを示しているようですが、これをどのように乗り越えていこうつもりなのか、お聞かせいただけますでしょうか。はい、この野党の共闘関係、これはもちろん今お話のありました参議院の選挙での共闘ということもございますが、その前の段階で今月の末から始まります通常国会、この国会の中での共闘ということもあろうかと思いますので、その両方含めて先だって私から幹事長にまず野党の間で話し合いを十分してくださいと、そういう幹事長の会談を持ってくださいというお願いをいたしましたので、今幹事長がその野党の幹事長の方々とそうした会談を持つ努力をしている最中だと思いますので、私はそれを見守りたいと思っています。維新の方やみんなの方がいろいろ発言をしたということは、マスコミを通じて私も存じ上げておりますが、これは直接聞いたわけではありませんので、全体の流れがどういう発言があったのか、その中のおそらく一部分だろうと思いますが、どういうことを意味するのかということは今の段階では私ははっきり分かっておりません。ですからそうした正式な幹事長同士の会談を通じて、それぞれの政党のお考え方も聞かせていただきたいと思っております。じゃあ他の質問ございますか。じゃあそちら、こちらの方。
すみません、G 通信佐々木と申します。先の質問に関連するんですが、明日維新の橋本さんと安倍総理が関西の方でお会いになると思うんですが、維新のこういった動きに関してですね、野党第一党の党首として会談代表という見方をされているか教えてください。これは安倍さんが大きめになったことでありますので、私の方から、とやかくと申しますか、今の段階、特にお二人の会談が行われてどういう話し合いが行われたかということもまだ全く分かっていない段階ですので、今の段階であれこれコメントをすることはできません。はい、他にございますか。じゃあ産経さん。産経新聞の酒井です。その野党共闘に関してなんですけども、はい、やっぱり一つのネックは、労働組合のですね、依存体質みたいなのがですね、かなり維新とかみんなの党の間では公民制度改革とか掲げてますので、その部分を非常に、労組依存体質の民主はと組むのはちょっと後ろ向きというのがあるんですけども、ただこの労働組合の支えがなければですね、参院選の候補者ほとんど多くは労組バックにしましてですね、成り立たない側面もあると思いましてですね、そこら辺のジレンマにあると思うんですけども、この労働組合依存のこの民主党の体質をどうやって乗り越えて維新やみんなと連携していこうとお考えなのかお伺いします。労働組合依存の体質ということを決めつけるのは少し控えていただきたいという思いがございますが、ただ私どもは今実は綱領もバージョンアップしたものに議論をしている最中、解散前にある程度のところまで議論がありまして、またこれからまさにその継続をしまして、そして綱領をしっかりしたものにしていくわけですが、私どもの基本的な考え方として、やっぱり働く人たち、それから生活者の方々というその立場に立とうということは基本的な考え方として考えておりますので、労働組合の方々もその意味ではまさに働く方々でありまして、そして同時に生活者の立場でありますので、そういう方々の意見はしっかり聞いていこうという基本的な考え方がございます。ですからそういう意味で、いろんな形で、協力関係を持っているわけで、この協力関係は今後も続けていきたいと思っております。はい、他にございますか。そちら前の女性。NHK の羽田と申します。来週にも出される補正予算への対応方針と、ちょっと何回目かで恐縮なんですけれども、改めて日銀総裁の同意人事、現時点での方針について教えてください。まず補正予算でありますけれども、これはおそらく明日の閣議で、その緊急経済対策という形でその中身、大枠のところが決まるかと思います。でこの補正予算の必要性ということは、これは私も前にも申し上げました、昨年末解散がありました。これは野田総理の決断で解散をしたわけですが、結果的にこの平成25年度の予算の編成が大幅に遅れるということになりましたので、当然のことながらやはりこの平成25年度の予算の成立もおそらく、これは国会の動きを見なければいけませんけれども、年度内この3月31日までは無理だろうということは、これはもう自明の理でありますので、当然のことながら補正予算を作らなければいけないということについては私どもそういう認識を持っています。問題はその中身でありますので、中身はまさに明日閣議決定される緊急経済対策の中身、それから予算案として提出をされます、国会に提出をされる中身、それを見て態度を決めたいと思っております。それから日銀の総裁についても、これはまだいろんなことが報道を通じて伝わってきていますが、与党がどういう方をということはまだもちろん決めていない
段階でありますから、まず与党がどういうお考えなのか、それからどういう方を具体的にイメージしておられるのかということを伺ってからだと思っております。他にじゃあ優しいんです。今の質問に関連しまして、まだその具体的な補正予算の中身に関しては、閣議決定を見てからだというふうなことだと思うんですけれども、現在報道されている中身を見ると、非常に公共事業の割合比重が高くてですね、これまで その民主党政権でやってきたコンクリートから人へという流れとはかなり色合いが異なったものになるんじゃないかと思うんですけれども、とはいえ、補正予算の必要性自身は認めつつも、どういうようなその現時点でのですね、報道されている中身に対してのですね、受け止め方、印象を持っていらっしゃるのかと。新聞の山下です。聞きました。いろんな報道がありますが、私はやっぱりある程度の規模になるのは、これはやむを得ないかなと。単に、本予算の成立が遅れるということだけでありませんで、今やっぱり大変日本の経済厳しい状況にありますから、これを何とかして上向かせなければいけないということで、ある程度の規模になるのもやむを得ないかなというふうに思っております。ただその中身につきまして、今おっしゃられた公共事業、一括り公共事業というお話でありますが、本当に命に関わってくる公共事業ですね。例えば笹子のトンネルの例、あるいはその他本当に首都圏のインフラも老朽化をしておりますから、そういうものを安全性を維持をするための手当をするとか、そういうことは私どもも反対するつもりはありません。ただ、強靭化という名を借りてですね、本当に必要なのかなと思うような公共事業が入っていれば、これは当然それはですね、そういうものにお金を使うべきではないという考え方でありますから、やっぱりその中身をこれどうしても見なければですね、一概に悪いということは言えないと思います。はい、他にじゃあその、浅香さん、安住さん。フリーランスの安住です。15日からですね、鳩山元総理が訪中されるという報道がありました。で、鳩山総理についてはですね、昨年の4月に確かイランに行かれまして、でその時の発言がですね、イラン側のですね、政治的に、悪用されたというか利用されたという経緯があります。で、今回もですね、日本と中国の間は、尖閣問題などそういった問題があるわけなんですけども、この時この時期においてですね、鳩山さんが訪中されるということについてですね、どういうふうにお感じになってますでしょうか。また鳩山さんの方から何かしらご連絡はあったでしょうか。鳩山さんからそのお話は聞いておりません。ですから、行かれるということは鳩山さんご本人の判断だろうと思いますので、ぜひ私どもはやっぱり特に尖閣の問題については私どもなりのこの主張がありますので、その主張をご理解していただいた上で発言をお願いをしたいというふうに思っております。他に同じですか。じゃあもう一回続けてください。フリーランスの安住です。できれば行かないでいただきたいというようなお考えはありますでしょうか。それは今考えておりませんが、今安住さんから15日に訪中されるということでありますので、鳩山さんに私の方から電話をかけてみようかなというふうには今思いました。はい、他にございますか。じゃあそちら、日経新聞の飯山ですが、日銀の総裁人事のことで国会での その野党協力が必要な中でですね、みんなの党の渡辺さんや社民党の福島さんは、財務省の OB の起用には否定的な考えを示されていますが、これについてはどう思われるかというのが1点と、代表ご自身としてどういうその総裁像といいますかですね、資格を持った人がふさわしいとお考えなのか、この2点お願いします。今の段階で財務省の OB がいいとか悪いということはまだ全くそういう一つの基準は決めておりませんので、ここは
政調会長とも話をしなければいけないというふうに思っています。それから、まあ、国会の人事でありますので、これは国対とも話をしなければいけないと思っております。でその上でありますけれども、まあ、この日本銀行、まあ、これまで私も経済財政の担当の大臣もやっておりました。まあ、その時にも日本銀行にはいくつか注文をしまして、そして、まあ、今国債の買い入れの機構なども作ったわけでありますが、それから前原さんもその後経済財政の担当大臣をやりまして、最終的には確認書のようなものも作りました。でこうした考え方の背景の中には、日本銀行もちろんこの独立性というのは大切なことであります。この独立性は守っていただかなければいけないわけでありますが、まあ、よく俗に言われていましたけれども、自分の家の庭先だけをきれいにしていて、そして他のところはどうでもいいということではないんじゃないですかということを私も思っておりますので、そういう日本経済全体の成長に資する、日本経済全体の回復に資するような金融政策の舵取りをやっていただきたい、まあ、その中で独立性も守っていただきたい、そういう方が日本銀行のリーダーになっていただきたいと思っております。はい、他にございますか。じゃあもうあとお一人ですかね。じゃあ最後もう一回、はい、共同さん。共同通信の鳥成です。はい、話変わりまして恐縮なんですが、選挙制度改革についてお伺いをしたいんですけれども、はい、昨年の秋の臨時国会の終盤でですね、民主自民公明3党で、選挙制度の抜本的な見直しも検討した上で、その定数削減についてですね、今年の通常国会中に結論を出すというような合意を交わしていらっしゃいます。それで民主党はですね、その時定数を40削減するという法案を出していらっしゃるかと思いますが、通常国会でもこの40削減という方針は堅持するのか、あるいは別の新たな内容の案を出し直すのか、現段階でのお考えをお聞かせください。この定数の削減、そして選挙制度の改革というのは、私は野田前総理とそれから安倍現総理との間でですね、交わされた大変大切な約束だと思っておりますので、これは安倍総理にもぜひですね、おっしゃったことを守っていただきたいというふうに思っています。でその上で今の40人削減の、これは法律案として提出をしましたけれども、結果的には廃案になっておりますので、一応そこでこの40削減というのは一旦廃案になったという事実を重く受け止めるということでありまして、でご承知だろうと思いますけれども、この度の昨年末の総選挙で、私どもはまずゼロ増5減ですからマイナスの5、それからマニフェストではプラスそれに75、トータルで80の削減を、これはマニフェストという形でお約束をしたわけですから、そのことも念頭に置きながらどういう形になるのかということをやっぱり考えていかなければいけない。私はその意味ではマイナス5、それにさらにマイナス75と、この数字というのは非常に重たい数字だと思っております。他はよろしいでしょうか。じゃあ、もちろん最後で、早間さん、それで終わりにします。フジテレビの早間と申します。今、与党の中で、税率について話し合っていると思いますが、その中では公明党として、一部の公明党の方々から、軽減税率についてまだ主張されている方々いらっしゃいますが、民主党としては、そうじゃなく、簡易の給付措置というのを訴えてきましたが、代表としてその軽減税率についてどのようにお考えかというのを一つと、あとすみません、所得税の最高税率についてお伺いしたいんですが、その民主党としてはこれまで5000万円以上で 45% というのを提案されていましたが、その3党、3党で話し合う中でそういう案というのは変えずにそのまま訴えていくのか、それについてお考えを教えてください。まず軽減税率でありますが、これは民主党の税制調査会の中でも随分議論をいたしました。今与党の中でその議論が行われているということでありますが、これはプラスマイナスあるということでありますので、私ども最終的にはまず 8% の段階では簡素な給付措置、
ただまあ簡素なという言い方をしますと、どうしても何かこの大変シャビーな給付になるんではないだろうかというまあイメージもありますので、まあそこは手続きは簡素だけれども、まあしっかりとした給付措置にしなければいけないかなというふうに考えています。でこの簡素な給付措置というものの中身は実はですね、まあ食料品、これはいろんなデータの取り方がありますけれども、本当に生活に必要な食料品というのは、大体消費税の中でもおよそ 20% ぐらいになろうかなというふうに思ってるんです。これはまあもちろん所得の多い少ないによってその割合は随分違ってきますけれども、その 20% なら 20% ぐらいのその食料にかかってくる消費税の上がった分のこの戻しというんですか、これは。まあそれは税金が戻るという形と、それから給付ですから、また別な財政措置というのはまた違いますけれども、分かりやすく言えば、やっぱり最初はとにかく1回払っていただきますよと、ただ1回払っていただきますけれども、やっぱりある程度所得の低い方、これは残念ながらまだ納税者番号などがしっかり行き渡っていませんから、まあそこはある程度まあアバウトな線引きになろうかと思います。所得税を払っていない方、あるいは所得住民税払っていない方とか、まあいろいろかなりアバウトな線引きになろうかと思いますが、そういうまあいわゆる低所得の方々には一回お店で払っていただきますけれども、おおよそそれに相当するぐらいの、特に消費税が上がった分に相当するぐらいの金額は後からお戻しをしましょうという形で、まあ 10% になりますと、これは給付付き税額控除ということになりますけれども、これはカナダなどでやっていますね。これはね、カナダなどでも1回とにかく払っていただく、だけど所得の低い方々には小切手ですけれども、それでバックをするという考え方がありますので、まあそういう考え方に近い考え方で意見がまとまっていますから、で一番これがやっぱり合理的なことは合理的なんですね。特に食料品で本当に生活が、所得が低くて、あるいは年金生活などで厳しい方々というのは、やっぱりこれは食料品の消費税が上がることによってかなりダメージを受けますので、だけど所得がそれこそ何億円もあるような方々はですね、これは負担能力というものはあろうかと思いますので、全部を軽減税率にしてしまいますと、それで税収が抜け落ちますから、その分片一方で使い道はもうすでに大枠決まっているわけですから、そしたらじゃあその不足する分をどうするのか、また消費税を上げるのかということになりますので、まあこの方式は私はベストだと思っておりますので、まあそういうことを主張していきたいと思っております。あともう一つ、消費税のほかに所得税の話ですが、所得税はおっしゃる通りに5000万以上 45% というのがこれまでの税調で決めた話でありますから、ただもちろん税調の役員会も確か明日でしたかね、民主党の中で議論をしますから、まあそういう今私がお話をしたような方針で引き続き臨むのかどうなのかということは改めてまあご理解をいただきたい、改めて合意を得ていただきたいと思いますが、まあそういうこれまでの議論の蓄積というものも大事にしていきたいなと思っております。ありがとうございました。それでは時間もだいぶ経過しましたので、今日の定例会見これで終了させていただきます。どうもご協力ありがとうございました。